トラルヒーティングとは、一箇所に給湯器、熱源装置を設置して、熱を暖房が必要な各部へ送り届ける暖房方式。全館集中暖房、中央暖房とも言う。日本においては、石油ボイラーが主として用いられてきたが、建物の種類や規模によっては、ガスボイラーも使われている。これらのボイラー熱で湯を沸かし、循環ポンプにより、各部屋へ循環させる。 各部屋には、ラジエーターと呼ばれる、放熱器が設置される。各部屋に設置されるラジエーターは、一般的なストーブほど高温にはならないため、火傷や火災の危険が少なく、ラジエーター自体からは燃焼ガスの発散が全くないので、安全性に優れる。一方、設置時に大掛かりな工事が必要となり、初期費用がかさむことが多い。古来から古代ローマでは、ハイポコースト、 ロシアにはアタップレーニー及びペチカと呼ばれるシステムが存在する。近代的なセントラルヒーティングの発祥は欧米である。20世紀初頭から欧米の都市ではガス、電気、水道などの供給とともに蒸気の供給も行っている。初期においてこの蒸気は発電の副産物であり、発電所が供給していた。移動的に北に位置する欧米都市では 町ぐるみで暖房と給湯に取り組む必要があったため、このような設備が生まれた。この蒸気を過去へ分配するシステムが、セントラルヒーティングであり、ビルディング等の建設時に、あらかじめ地下に蒸気を温水へと熱交換するボイラーが設置され、温水が作られた。温水は、ビル内の各所へ分配され、暖房と給湯をなしていたのである。なお、日本において都市が、 蒸気の供給を行っているのは現在、札幌市、釧路市など一部都市に限られている。現在の日本におけるセントラルヒーティングの方式は、温水セントラルと温風セントラルに分けられる。温水セントラルのボイラー室一般に、セントラルヒーティングといえば、この方式を指す。1975年頃まで北海道では、石炭と石油方式が主に使われ、 その後湯や電気、ガスのボイラーで作られた温水を各部屋に分配し、ラジエータを用いて空気への熱変換、また放射熱への変換を行い暖房する。利点は、媒体が水であるため、比熱が高く、ある程度長距離の配管を行っても、熱損失が少ないことにより、比較的大きな建物の暖房を行える点にある。欠点は、ラジエータや、 配管の機密性への配慮などで、イニシャルコストが増大してしまう点にある。特に戦後より北海道を中心とした住宅、また、日本全土のビルディングや主として1980年代までの重厚なデラックスマンションで用いられてきた。近年以降の北海道うちの住宅では、標準的な装備となっている。この他、1980年代に入ると、 電気温水器を使用した個別セントラル方式のマンションや近年は同じく熱源が電気でもヒートポンプによって温水を作る方式も存在する。石油もしくは電気、ガスなどを用いて空気を温め各部屋に分配するシステムである。FF 式ファンヒーターの巨大版ともいえ実際に FF 式ファンヒーターを熱源とするものも存在する。利点は 媒体が空気であるため、配管の機密性をさほど重点としなくて良い点、熱源に関わらず暖かい空気であれば、何でも熱源として使える点などがある。反面、比熱の低い空気は長距離の引き回しに適当ではなく、小規模な建築でしか使用できない点が欠点となる。アパートやマンションの暖房などに採用例があるほか、本州東北部の新築住宅でも、 積極的な採用が見られる。北海道の新築住宅では2000年以前に採用例が見られたものの、現在は姿を消している。ありがとうございます。